はい、皆さんこんにちは。ケンチャンネルのケンです。今日もよろしくお願いいたします。最近はですね、地元の友達とか、あとは、普通に友達から、YouTube とか頑張ってるなとか、面白いことやってるやんみたいな、応援コメント、メッセージ、結構来たりして、めっちゃ喜んでます。で、あと海外におられる方とか情報をみんなからもらって、めちゃめちゃ嬉しいです。みんな本当にいつも応援ありがとうございます。今日もね、海外情報について紹介していきたいんですけど、今日はまさかの僕今スペインのバレンシアっていうとこにいるんですけど、そのスペインのバレンシアにおられる、ルスさんっていう方から、情報をもらってます。ルスさんありがとうございます。でまずそもそもバレンシアにいると俺今年入って今1月のもう末なんですけど、日本人と会ったんって3人ぐらいしか会ってなくて、そのうちの1人の人って美容師さんで、もう1人の人は語学学校にインタビューしに行った時の、日本人スタッフの方で、もう1人は普通に日本人の、友達と昨日たまたま会ったぐらいで、アジア人すら全然見えへんし、まさかスペインのバレンシアにいる方から情報をもらえるとは思ってませんでした。早速、紹介していきたいんですけど、1現在はスペインのバレンシアですね。で2治安なんですけど比較的良好で、3に関しては、ルスさん自身は基本的な対策を、していたので被害には遭わなかったみたいです。ただ友達のイタリア人とか、ポルトガル人とかメキシコの友人はスリの被害に遭ってるみたいです。でイタリア人の友人は2人組の男の子に荷物を奪われて、メキシコ人の友人も男に荷物をひったくられそうになった。時間帯は昼、ポルトガル人の友人は荷物を放置しそのまますられた。荷物放置はもう海外ではNG です。 NG です。荷物はね置きっぱなししないように。ただ凶悪な犯罪は少ない印象ですと。3つ目の物価についてなんですけど、加工豚、生ハム、チーズが日本のスーパーと比べて安い印象。クリームチーズやカマンベールチーズが1ユーロほどから購入可能です。そうやな、俺も結構この動画でスーパーの、情報前紹介したと思うんですけど、全体的に物価は安いから生活はしやすいです。その日本でバッと最初に稼いでこっちに1年間来るとか、ちょっとスペイン語を勉強しに行こうかな、1年ぐらいちょっとゆっくりしに行こうかなって思ってる人にも、来やすい国だと思います。最後におすすめの場所なんですけど、プエンタ・デル・マルっていう、ここはですねかつて川だったらしい公園の中に開けて存在し、今はさまざまな種類の植物や鳥を見ることができる。ランニングする人の姿や緑豊かな景色は平和そのもので、スリなどに対して緊張感を持つ必要もなく落ち着ける場所。いやそうなんですよ。俺もここめっちゃ好きなんやけど、めっちゃランニングめっちゃくちゃもう長い、もうほんま端から端までチャリでどれぐらい2時間から1時間ぐらい多分。絶対1時間ぐらいはかかると思うんやけど、それぐらい長い散歩コース、ランニングコースが、開けてて、でもうそこをどこ歩いてもヤシの木が立ってるとか、ある場所には噴水がバーってなってるとかで、彼女はいないけどデートスポットとかにめっちゃいいんやろうなと思いながらいつも歩いてる俺は。はいでとにかく雰囲気がめっちゃいい。ハワイも行ったことないけど、こういう感じがハワイなんやなみたいな、めっちゃハワイ行きたくなってきた。でもそんな感じのヤシの木っていうかな、木の一番上からパッてね葉っぱが出てる感じ、何言ってるか分からないけど、そういう木がバーってあったり、みんなが昼間散歩したりチャリンコこいたりしてて、めっちゃ平和やなって思って、俺もねたまに一人でそこに転がりながら本読んだり、単語読んだりしております。はい、ルスさんの情報でした。ご協力本当にありがとうございました。実はこの連絡もらった後、一回ルスさんと会ってて、俺カメラ持ってて、ニコンのカメラを昔、自分の姉ちゃんの旦那さんに買ってもらって持ってるんやけど、全然使ってないし、カメラめっちゃ使えるようになりたいと思ってて、そしたらリュスさんのそのインスタの投稿を見てたら結構カメラとか趣味で やってはんねんなと思っててそういう話をしたら「あ2月撮りに行きましょう」みたいな言ってくれてで、ね、2月もう1回会って一緒にカメラの旅に出かけましょうみたいな話をしてるんですけど、なんかめっちゃ明るい人やって初めてやったのになんかもうトークが一生こう2人でこうわーわーわーってなれるみたいなずっと。そういう感じの気さくな方でした。ありがとうございます。ルスさんの、インスタグラムの URL、概要欄に貼っておきますので、ぜひ、見に行ってください。でインスタグラムを見ると結構さくらももこ先生に憧れてるっていうのを聞いたことがあって、結構漫画を毎日投稿したり漫画っていうかその絵を毎日投稿されたりこういろんな写真が上がってるからぜひ興味ある人は行ってみてください。俺だけじゃなくてルスさんにもスペインについて聞きたい人は、ルスさんのところからメッセージなり僕の、YouTube から YouTube のコメント欄でコメントしていただければ助かります。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたしますね。じゃあ今日もありがとうございます。じゃあな、アディオース。